はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード、お久しぶりです。今回とりあえずまずウコムの矛を回収したいと思います。マリンイベントやりましょう。実はお願いがあってあなたを探していたんです。どうしたの？イベントを進めるとクリアするまで順に行動することができません。まあいい。願いか。中身によっては聞いてやってもいい。本当ですか？嬉しいです。海底のウコム様の神殿にディスティニーストーン、闇のブラックダイヤがあるんです。それを取りに来てほしいんです。海底はどうやって行く？心配しないでください。私が陸に上がれるんですから。ウコム様のお力であなたも海に潜れますよ。もう少し黒海に近づけ。これ以上勘弁してくれ。あの黒い水に触れたら最後、俺たちは化け物に変わっちまうんだ。そんなの迷信です。とにかくここから引き返すんだ。どうするマリン？仕方ありません。ちょっと遠いけどここから泳ぎましょう。泳ぐのか。さあ行きますよ。それ、恐怖のマリン、怖いよねこれマジで。別にこれついていくだけなんで普通に進んでいきましょう。これ2倍速になってんのかな。魚が来た。普通に戦闘になってるし、回復はしてあるはずだからなんか覚えないかなということで切り返しで、力矢かな、火力的にトマホーク、サイコブラストで安定の補填。楽勝だな。げ、大なた手に入れたんだけど。ここがウコム様の神殿です。エロル様から預かった闇のブラックダイヤがここに隠されています。では行くか。私は行けません。危険だから神殿には入れなんてウコム様が。ほう、危険なのか。ごめんなさい、別に隠すつもりはなかったんですけど、中にはサラリーのしもべとかウコム様が配したガーディアンとかがいるんです。命がけで戦わないとディスティニーストーンは手に入らないんです。本当ごめんなさい。今さら引き返すわけにもいくまい。それ危険な方が面白い。お気をつけて。では入っていきましょう。ウコムの海底神殿、超敵。マップが欲しいね、やっぱり。取り交わすのがめんどくせえな。交わせなかった、結局交わせないからね、毎回。強っ。何、切り返し一発外れてる。派手にやろう。ゴリキッド。無益な殺傷に。ちょっと宝箱を見つけて、アイテムが欲しいというか地図が欲しい。ゴールドリング買い。指か。指は結構装備してないからね。状態以上に強い。重さは特にないよね。11、まあないよりはマシか。愛、
地図ではなかったね。じゃあこっちゃすげえ、こいつも強いんだよな。骨だから矢が通りづらいし、だいぶ通らない。死んだ。2回狙われたか。最後ヨー、あれヨーヨーになった、もしかして。魚、まあトモヤか。藤娘になってるよな。切り返し、切り返しが若干弱え。やっぱり デッドストーン。でこっちはなんもねえし、3倍にするか。急げ急げ。こっちはなんもない。端とかに宝箱ないよね。あ、ここに宝箱ある。15ジュエル。えてか上に登る階段がわかんねえんだけど。こっちとかあった、あれどこだ。あ、こっちか。もう少しちょっとよく見ないと、さっきの宝箱とか。これ落ちそうだな、3倍速にしてると。リアルに宝箱よし、チーズ、チーズさえ見つけちゃえばもう。で、ウコムの矛、ウコムの矛をどうしましょうかね。だってクレイに装備させてもさ、ウコムの矛ってあれどこだ。確かに攻撃性能40ある。ダイアリスキルがないな。ダイアリスキル誰も持ってんや多分。スキルを覚えさせないとさすがにちょっと使い物にはならなかった。全体攻撃を行うっていう意味では LP をいくつ使うかだな。まあ装備させだけさせてみるか。待て、いつも失敗で4で先行好きでさえ LP 消耗するのかよ。それは悲しすぎる。なんかいいの覚えたいな。1900。あれ後ろに敵いたの。いざとなったらちょっと全体攻撃ほんと最強に面倒くさくなったら使おう。角に行けば逃げられるはず。じゃあ全然逃げられない。シールドいいね。槍はシールドをしないからな。え、当たらん。結構状態上になるな。くそ。あーこいつはめんどくせえな。めんどくさいけどまあまあまあしょうがない。1ダメは普通にちょっといくか。サイコブラスト、あ一掃できた。周りがちょっと通り鬱陶しい。こっちに行って宝箱一応全回収はしておこう。パールリング、これも指輪か。まあ、指輪はあって損はないからね。何が上がるの。げ、雷に強いじゃん。11、じゃあ雷耐性0になるわ。ちょうどプラマイ0、悪くない。ここうおーい、暴風、まあまあまあ耐えられる。攻撃値がよく出るな。
ダイアリーのスキルがあるやつをちょっと探し出すか。あ、これなんか弱そう。じゃあいっぱいいるじゃねえかよ。まあ、いいや、サイコブラストで。そうだ。よし、真ん中のやつの杖。めっちゃ挟まれてる。カニに。オッケーオッケー。あ、プロテクターゲットした。ウロ。もうさすがにいらんわ、プロテクターは。落とし穴にだけは落ちたくないからな。さよなら。ってわけにはいかなかった。攻撃時一番使いやすいよな。すぐ発動する。待って、このまま回りたい。宝箱よく見るようになってきたこいつ。サイコブラストがちょっと遅くなった気がする。速度が落ちてるのか。ブルーエルフ、ブルーエルフ見えなかった。一体200、やばい、集中攻撃を食らっている。俺まだ生きてる。みんなタイプタフになってきたな。シフでも73、でも500近いのか。一人近かった。あ、やべ、死んだ、やっぱり死んだ。減ってたやつが死んだな。今更だな、一人時間差とか。人雷そもそも足りねえし、11も使うのかよ。まあこれかな。どうする、ちょっとシーフ一回ブレードロードかけるか。ショックウェブ、やばい。ショックウェブって多分アイシャ中断させられたよね。ブレードロードかけておいてよかった。こうなった時にね、サイコブラスト要因動けないと厳しいから。衝撃かかと。翼のお守りってどれだ。首か。あ、首だね。素早さプラス3か。トパーズはでも外したくないよな。うん、まあ、全体的に上がるからな。まあシフは牙のお守り、フィッシュフック、状態上に強い、アメジスト、何も装備してねえんだったら。あー、でも腕力ありだな。牙腕力だな。愛者腕力3、体力4とか。初期値から上がってねえんじゃねえの。魔法要因だからね。だからダメージめちゃくちゃ食らうのか。落ちるな。ファンデッド、ちょっと前線に出して少し耐える。それこそウコムのことでも装備させて。でこっちチェーン。素早さ
重要。キャッター体力不足か、やっぱり。待って、いくつ減らされた。あ、そっか、しまった。結局、アイシャやられてるから、全然他のやつが減ってないんだ。妹も強いかな？何気に。無駄に3連携したな。牙の守り。あ、ここはボスか。ちょっとセーブしとこう。全体の技がないからな。ハロレイン使えねえし。え、ちょっと初手アロレイン使えないの痛いな。連携で行くのか。火事。いやー倒せない。アンカーだらけだな。さすがにもう大丈夫な気はするけどな。アロレインかけよう。ちょっと全体面に行こう。すごい矢の数が半端ない。で、開いた。ボスか。これってアクション起こさないと大丈夫か。さて、ここはもうまたガチでいこう。ガチ用のあれがないんだよな。なんだかんだで影や。いや、スリーピートだな。こいつマジでどうする。スイッチバック銃使う割にはどうなんだろうな。車輪撃、ブラストしかないからね。電光石火をやっていこう。1、2、3、1000超えるね、やっぱり。防御法、よっしゃ。砲弾3回だけど、なんか一発一発が弱えな。防御法使われてるからか。夜叉横断。あー、6の1か。せっかくだし使っていこう。2000キロ、3000近くいった。腕力砲。硬い。バーバラいくつだ ?9 か。屋内まではちょっと全然いいでしょう。できてなくて。ミニオン戦もあるからな。でも、草サビシュートいくついいよ。あ、買った。めっちゃ硬くなってる。マジか。だからか。2回攻撃だとして、1人ずつ回復入れた方がいいか。ちょっと減ってるからグレイ入れて、どれだ、癒しの水でシーフも回復させとくか。電光石火が使えねえ。バーバラ回復5か。もうさすがに LP は消耗したくないからカットインギア。あ、治ってる。のしのかり。魚影、なんか超強そう。超強いんだけど、普通に。ライトニング。蘇らせよう。ヤシャオダンもどれだけ入るか。あ、まあ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 なら。ちょっと歯医者、やっぱりあれだな。考え物だな。簡単。なんだ、2ターンに1回硬くなるんだ。
これで多分誰か死ぬぞ。幽霊か。あー倒した。よし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 。強かったな。これマジ最終試練やれる気がしないんだけど。無理だな。ミニオン倒せるかそもそも。ちょっと待って通り過ぎちゃったよ。パクるのが早いな。330ブラックダイヤの守護者。見事だ。闇のブラックダイヤ、お前に託そう。しかし闇に飲まれるな。行け。でブラックダイヤってどこだ。指か。あ指だね。ゴールドリングだったら、まあ、状態以上に強いっていうのはありだけど、まあブラックダイヤのが上がるからな。あこれはあれか。いや知力がだいぶ下がるな。パールリング、サンゴの指輪。サンゴの指輪なんて大したことないっしょ。ブラックダイヤって完全に上位互換だな。手が何にもないっていうのかな。清さ1下がるくらいだったらいいかな。ガントレット66どうせプラス1になってるし、いやこれで。さあここから歩いて帰んなきゃいけないんだけど、まあ、落とし穴にポンポン落っこちていけばすぐ戻れはするんで。まあディスティニーストーンの回収もあるけど、ウコムの矛の回収が一番の目的だったからね。出てきたところ、ちょっと待って、ここでセーブしとこう。お疲れ様でした。ご無事で何よりです。よくぞデスティニーストーンを手に入れた。虫けらの割にはよくやった。ごめん。闇のブラックダイヤを渡せ。こいつどうやって水中まで出てきたんだ。あ、強心剣使えばよかったんだ。今のところ強心剣が最強だからな。力矢を使って2ずつ回復させるか。サイコブラスト、勾配にしたらダメージいくつ取ったか分かんない。こいつダメージ自体は通るな。3回攻撃か。ただしよう。2人回復入れないと間に合わないかな。で癒しの水でバーバラ電光石火使うか。1000当たるか。強心剣も1000超えるけどね。あやばい、やられた。やられたけど癒しの水は張っておいてあるからな。よしバーバラ出てきました。ちょっと癒しの水だと回復量がやっぱ少ないか。結構きついな。2人回復に回さないといけないし、一発で落ちた。ちょっとどれくらいだったこいつ。200しか回復しねえや。ちょっとそもそも、まあ、しょうがないよね。でバーバラで、そろそろ電光石火が打てなくなりそうだけど、まあ、まだいけるか。多分ラスト電光石火だな。せっかくだ。きついきつい。やられたけど。アイシャは大丈夫。マイナスになってんな、こっちのコメントが。高級クリル
水とかやっぱり買っとくか。353よし倒した。まあ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 、きちんと回復を貼っておけば全然大丈夫だったね。これでお分かりですね。お元気で。ニーフのではで、ウコムのここじゃなくて海底神殿、ブラックダイヤ手に入れました。ブラックダイヤを守り抜きました。これ周りにどっかにいないの？うごついてないの？どうやって仲間にするんだろう。どっかにいるのかな。まあいいか。ちょっと今のところの弱点が分かったから回復が追いつきませんということで、何かお探し？薬を売ってもらおう。究極の傷薬2400円とか高すぎだろ。あ、なんかこれ使ってたな。副作用のためほぼ確実に気絶するとか。戦士の記録、体力、あー、高級傷薬を235個買ったらもう4000円か。マジか、高えな。これ1個あっていいな。薬を作ってほしいとか多分何も作れないよ今。調合によって煙玉の補充も可能です。調合レベル、もうお任せ調合でいいでしょう。はい、じゃあ1個ずつは持っておこう。せめて高級傷薬を。こいつももう愛し結構いっぱいいっぱいだな。で煙玉だって必須でしょ。でウコムの矛マジでどうしよう。ちょっと考えよう。ダイヤリのあるクラスをちょっと確認する。これだな。長剣とダイヤリと盾スキルもあるからな。城塞騎士優秀だな。いろいろある。3まで持っていけるかどうか。あ、全然持っていけるわ。レベル3が2つあるからか。よし、どうせだ。城塞騎士にしよう。で、認定で城塞騎士。ディフレクト成功率か。それは悪くない。じゃあ、ウコムの矛持って。で、ただ、ウコムの矛って、攻撃効果。あ、一番前で全然いいじゃん。速度効果は下がるけど、攻撃効果としては前線で十分十分。お、いいねいいねいいね。真ん中にしないといけないかなって思ったけど、全然そんなことなかったわ。というところで、ちょっともうちょっとやっぱり鍛えたいよね。最終試練挑むのにまだ不安があるんで、もうちょっと鍛えていきたい。ってかアイシャがやっぱりね、ヒットポイントも少ない関係もあるな。体力も少ないんで、なんかすぐ落ちるんで、ちょっとなんとかしたい気はするけど、まあでも術したからね、しょうがないよねというところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。